や、小野田さんも紹介してますけどもね、みんな紹介してますね。多分私が一番最初にこの案件広めたと思うんですよ。まあそんなことはね、どうでもいいんですけども、4日間私このための動画撮らなかったんですけども、久しぶりに昨日動画を上げました。そうするとやっぱりね、入ってますね、1000円ね、1000円ですけども。いや、この積み上げが大事ですよ。あのビジネスがうまくできない方、第一歩としてね、こういうのをやってみるといいんですよ。そしてこれをね、肝心なのは、こんないいものを自分で止めるんじゃなくて広め続けることです。最初は受け取ってもらえないかもしれませんけども、繰り返し繰り返し繰り返しやることによってね、あいつ今でも言ってんの、未だに言ってんの、ちょっと試してみようかって人の気持ちは動くんですよ、ね、でも発信する方がいいことを伝えようとする人がもうダメだと思ってサジを投げたら、一体どういうふうにして周りの方はあなたから情報をね、とってもいい情報を知るんでしょうか。だからやめちゃダメです。でずっと繰り返すことです。その繰り返す積み上げが人の気持ちを動かして、まあ、やってみようかなって気持ちにさせるんですよ。私ですらね、こうやって毎日動画を更新しなければ、4日間試しに動画更新しなければゼロなんですよ。でも久しぶりに5日目に更新したら入ってるんですよね。こういうことを繰り返していきましょうってことでございます。さあ今日もね、みんなの銀行アプリをダウンロードしていただいて、そして紹介コードがありますんで、その紹介コードを私の動画のタイトルか、もしくは動画概要欄にありますので、こちらの方ね、間違えずに入力して、そして免許証番号などをね、これもプロフィール欄にありますんで、それを入れていただいてですね、プロフィールを完成させるとあなたに1000円入ってるということになります。そしてここからが肝心ですよ。あなたが1000円入ったんだったら、あなたの紹介コードで今度はね、この素晴らしい案件を一人でも多くの方に紹介して、紹介した方は1000円、あなたにも1000円、そのたんびに入るわけですから。で、最大で30万円まで狙っていけばいいんじゃないかなってことですよね。とにかくね、いい話を聞いたら自分で止めるんではなくて、どんどん広め続けることなんですよ。いい話を広める人が多ければ多いほど、この世界はね、いいことで埋まっていきます。でも残念ながら、世の中のニュースってのは、誰かが悪いことをしたとかね、誰かがね、お亡くなりになったとか、悪いニュースで埋め尽くすんですよ。悪いニュースの噂ばっかりするでしょ。あいつが悪いことしたとか、こんなひどいことがあったとかね、こんな災害があったとか、広めちゃうんですよ、ね。もちろん、ニュースってのは広めることですんで、悪いことも広めないといけないと思います。ね、でも、いいことをもっともっとその10倍ぐらい広めていってもいいと思うんですよ。その中で、スマホアプリ、みんなの銀行、福岡フィナンシャルグループの作ったこのアプリがね、これを広めていって、儲けちゃいますよ。儲けよう。ね。儲けて、そのお金を使うことによって、さらにいいことが広まるわけじゃないですか。ね。どんどんやっていきましょう。では本日は以上です。